届きました。ちょっと試運転とちょっと見た目をちょっと見た目を見せようと思います。本物の軽トラみたいな跳ね具合だよねこれねそこまで再現度が高いという。足回りも実際は結構固めだね。リーフとかまで再現してるのがすごいよね。ていうか再現するの簡単なんだけど、プロペラシャフトも伸び縮みしてるし、でもちろんこれすげえよな。しかもデフロックだからこれドリフトするのにちょうどいい。よし、ちょっと走らせようか。バッテリーがケツに入ってるんだけど、これもスペアタイヤ回すとロックかかるみたいな。電源が、お、前にある。電源、ああ、あれ？ああ。よし。あれ？これ、ここ電源入れると。うん。ということで、荷物を積んでいこうと思います。ちょっと荷物、よいしょ、荷物を、よいしょ、重い。どんな顔してるかな。あれ、なんか変な音してるぞ。あ、タマちゃんが重くって、タマちゃんが重くってケツが下がっちゃってタイヤが当たってるフェンダーに。相当重いんだな、たまちゃん。多分このラジコンより全然重いからな。ケツがちょっと後ろにすぎるんだな、これ。コントロールが、これパスの意味がないな、これ。あ、やばい、パスの意味がない。ちょっともうちょい前に、よいしょ、前の方に乗ってもらって、それでもケツが下がっちゃうな。あ、引っ込んじゃった引っ込んじゃった、ごめんね。お気に召さない？よし、多分ケツになっちゃうね。まあ、こんな感じです。ちょっとタマちゃんが予想以上に重いな。これしかないんだ、ストロークが。ちょっとリーフ増ししないとタマちゃん乗せらんないな、これ。
リジットになっちゃう。タマちゃん乗せるとフルストローク。はい、ごめんね。